リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリンとです。はい。先日お迎えした、マナちゃんですね。いでででで。今、体で散歩してもらうようにしておりますが、まだあんまり慣れていないですかね。ちょっと抱っこの仕方は難しくて、抱っこというよりも、ほんと、抱えるというか、そんな感じになりがちですね。一応こうやって、服の周りをね、なんていうんですかね、これ散歩というのか、くっついて周りをね、移動はしております。あ、ちょっとおしっこしたね。まあこんな感じでね、少し、なんだろう、触れ合いというか、関わりを取れたらいいなと思っております。まだね、ちょっと噛みつくこともあって、意外とね、牙がしっかり生えていて、っていうところですね。これおいで。はい。いいよ。おいで。はい、おいで。はい、おいで、おいで。で、意外とね、乗っかったりはします。なんかね、羽が生えているだけの、ああ、戻った。やっぱりそっちの方が安心するかい。うん、うまく撮れていないね。よいしょ、インカメだからね、ちょっと画角がちょっと分かんなくなっちゃった。はい、今ケージの方に戻ってますね。今ケージをレイアウトをね、少し変えようと思ってちょっとやってたんですけれども、こっちの方が安心するかな、やっぱり。おいで。蓋ないけど中に戻りましたね。うん、まだちょっと早かったかな。ケージの蓋ちょっと奥だけ置いといてみましょうか。まあでも飛んでもあれぐらいで済みますね。うん。まあまだまだこれから少しずつ慣れていってもらってたところですかね。ただ頭撫でたりはね、全然こうやってできるので、触れ合い自体はね、全然できます。こんな感じで触れ合いながら少しずつ私に慣れていってくれたらってところですかね。ちょっと蓋戻そうか。ちゃんとした形にね。よいしょ。はい。とりあえず蓋だけ戻しました。なんかね、最近思ったのが、この蓋のこっちの横、この横の部分はつけなくてもいいかなと思いました。こっからグッとやって、こっからね、こういう風にグッとやって出ていくことは全然なさそうなので、この2点止めをした上で、上にねヒーターが絶対に乗っかるので、これでいいかなと思ってます。もしくはここになんかナス缶みたいなやつで軽くカチャンと一回止めておいて、うん、くらいでいいかなと。わざわざのパチンってかけるではなくてもいいような気がしております。中のね、掃除もしやすいですし、その方が結構ね、うんちするんで下汚れちゃうんですよね。はい、こんな感じでございます。まあひとまずね、嫌だとたまに噛みつこうとしてくるんですけど、なんか瞬発的にこうバグってきたりはしないんで、ひとまずはってところですかね。ちょっとこの調子で、この子のケージ作りっていうのを進めていきたいと思います。まあ、ケージ作り固まってなくて、うちに来て今3日?まあ、それぐらいなんですけれども、ちょっとまだ、ちょっと方向性が固まってないので、少しその方向性固めて、ちょっとうんちの飛び散りはね、しそうだったので、
幸いね、ちゃんと下にこういう感じでうんちが全部入ってはくれてるんですけれども、飛び散りはありそうなので、ちょっとその辺は別途考えながらかなってところですね。あとは私とうまく触れ合っていきながらってところですかね。まだやっぱり手でおとなしくっていうのは難しいみたいだし、ちょっと私がよく見ていたね、YouTuber さんの、ことはまたちょっと違って、まあ、その子もね、暴れないわけではなかったんですけれども、その子に比べるとやっぱりまだ慣れてないなっていうところはあるので、少しずつ私に慣れていってもらおうかなと思っております。ただ慣れていただく方法がちょっと全然わかんなくて、そこだけがちょっと困ってるかなって感じですね。ちょっとやっぱり情報っていうのはね少ないので、どういう感じで慣れてもらうのがいいのかっていうところだけちょっと困っているっていうところですかね。まあただね、手からお腹空いてればご飯は食べますし、今は食べるかな、はいどうぞ、今はいらないみたいだね、いる、食べるときは食べます。まあね、別の動画でご飯食べるところ上がってるとは思うんですけれども、ご飯は全然手から食べてくれたりはするので、食べる、一応ね人参も入れていて、人参も今食べてくれてますね、ちょっとこんな感じで随時やっていこうかなと思います。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバイ。めっちゃペッてするじゃん。なんかいりまして、まだ待っててね。よいしょ、え、まだいらん、行こう、食ったら飽きた。来ましたけど、まださん落ちましたけど、あなたのとこ、お腹のとこにあるな。お腹のとこにあるよ、まだね、君のお腹のとこにある。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。